こんばんは。生活保護とマイナンバーね。マイナンバーの使い方いいじゃないですか。やっぱりね、マイナンバーカードの話題が出ると必ず言うのが個人情報がどうとかね、マイナンバーによって国に監視されるとかそういうことになってきますけども、いや相当大切な個人情報を持ってる人なら、そういう気持ちもわかるんですけども、多分ね、普通の人の個人情報誰も欲しがんないんですよね。で、政府が監視するっていうけども、監視する方も大変なんですよ。これ本当笑い話みたいなことなんですけども、CIA がね、日本のエージェントを監視してた時期っていうのがあるんですけども、その一人のエージェントに対して3人の公務員ですよね、 CIA の公務員が監視してたんです。8時間ごとに。むちゃくちゃ大変らしいですよ。で、人件費の削減で3人で1人を監視したのが2人になって、もう12時間ずつ見てたらしいんですよ。で、ついにそれもなくなって、1人を1人が監視しろみたいになったら、この人はね、もう1人の人付きっきりで自分の人生が送れないから退職してしまったってことが、ね、お笑い話みたいに語られていたんですけども、確かにね、人を監視するのって監視する方の人生もダメにしますからね。そんなことはね、ないんですよね。ましてや普通のね、何の特徴もない大金持ちでもない、大経営者でもない、大政治家でもないような私たちみたいなのね、誰が監視してくれるんでしょうかと。多分監視する人がいるとしたら、一般人が一般人を監視するみたいなことあるでしょうね。なんか特定するのが好きな人っていますよね、だからマイナンバーのデメリットを語るよりもメリットをやっぱりね、語った方がいいと思いますし、セキュリティはセキュリティで考えればいいんですよ。で、じゃあマイナンバーとかアプリのね、承認とかあるじゃないですか。それからウォレットみたいなのも最近は出てきましたけども、セキュリティで万全かっていうと全然万全じゃないんですよ。それこそ一番いいのは紙に書くことですかって話になっちゃうんですよ。だから何をやってもね、別にその個人情報は漏れるんですよ。だからそれはもう諦めないといけないし、それこそですね、どこでも漏れますよね、だからといって乱暴にしろってわけじゃないんですけども、マイナンバーを個人情報が漏れるとか監視システムがどうとかっていうのはちょっとお門違いかなと私は思うんですよね。でもね、ちょっと余談になりますけど、マイナンバーでいろいろと一元管理するのはすごくいいかなと思いますし、マイナンバーのアプリっていうのを使ってスマホでね、いろいろやり取りしたらもっといいんじゃないかなと思うんですよ。なんせね、カードが多すぎて財布がどんどん大きくなっちゃうんですよだからカードはもう本当1枚でいいし、カードなしでも、このカードレスでスマホでいいと思いますね、今の時期ね。だからいいですね、病院に行った時マイナンバーカードで診察券代わりになる、さささっと行けるのすごくいいじゃないですか。で、ここまでお話してきたんですけどもね、マイナンバーカードについてなんでね、普及が進まないのかってことですけども、これはね、国民がマイナンバーカードをこういうふうに使いましょう、ああいうふうに使ったら便利ですよっていうふうに提言をしなさすぎるんですよ。文句ばっかり言って、国が決めたらとりあえず文句言うところから始めるんですよね。じゃあどういうふうにやったらいいでしょうかっていうのがないんですよ。それこそ近所で噂話とかね、どっかネットに書き込むみたいなことする人いますけども、きちんとした場に出て行って聞いてもらえるところにその提案を出していくってことをすると、マイナンバーってもっともっと便利にね、私たちがすごく使いやすいものになるし、それこそアプリになったりとか、それを通じて全ての決済をしたりとかね、それから守られるべき個人情報はデータ管理、暗号化して守るみたいなことをね、ブロックチェーンとかでやってくれるみたいなことがありますんで、テクノロジーはもう十分あるんで、私たちがね、知恵を使ってどういうふうにマイナンバーを使ってくれるんだったら、作ってくれるんだったら使いますよっていうふうな提案をもっともっと積極的に上げていかないと、それこそね、国が言ったことはとりあえず反旗を翻しとこうかみたいなそんなことで何も進まないんでね、はい、それじゃあちょっとね、生活保護の話またしましょうか。趣味はね、多分できてないって私は思ったんですよ。でも普通の人が生きていく上で、じゃあ物を食べてね、なんかそこそこ活動して寝てそれでいいのかって言ったら全然良くないですよ。やっぱり人生の大半は趣味に費やすべきだと思いますね。で、趣味ってのはお金のかかんない趣味もあるけども、残念ながらお金のかかる趣味もあるんですよね。だって生活保護の人がなんでゴルフ行っちゃいけないんですかって話ですよね。いいじゃないですかね。ゴルフするの贅沢ですかね。普通の人がゴルフできるような国、いいじゃないですか、それで。いや、ゴルフすることですら贅沢だって言って、もう相互監視してね、ちょっとゴルフしたら、贅沢だって言ってね、じゃあ何をするんですかって話ですよ。他にもありますよ。例えばね、そうですね、アニメグッズを買うなんてのも贅沢かって言ったら、別にそれ中学生でもやってるやんみたいな話じゃないですか。やればいいと思うんですよ、そのジャンルに関わらずね。好きなことはやればいいと思うし、それを止める権利は誰にもないと思いますしね。趣味嗜好の話ですから。
それこそあの、ね、あのコミケってのありますけども、コミケに生活保護の人がコミケに行って全然悪くないですよね、全然、うん、であとあれですね、なんかスポーツ、いろんなスポーツ、テニスをやったりとかね、スキーやったりとか、生活保護の方が人生を楽しく過ごしてそこで生まれたものとかっていうのは非常にね、この国を豊かにすると思うんですよ。それこそ生きてるだけの人も、もうしょうがない、病気とかいろんな事情でいますけども、動ける人は動いていかないとこの国は動かなくなりますよ、うん、そういうふうにしていった方がいいんで、その生活保護費が少ないがゆえにね、あれもできないこれもできない、仮になんかしたらちょっとね、たまにね、切り詰めて沖縄行ったら、ああもう何やってんだみたいなこと言うような、そんなにキツキツなね、妬みそねみのようなね、そんな国ではあってはいけないですよ。人の豊かさを妬む暇があったら、自分も豊かになるために私にもお金くださいでいいじゃないですか。それでね、もう財政はいくらでもあるわけですから、これ財源は。であと生活保護の方がおしゃれをするのもいいと思いますよ。少なくとも年にね、季節が変わった時に年に 2,3 回とかは、ね、島村に行くのもいいし、ユニクロ行くのもいいし、109に行くのもいいし、うん、私はね、たまにはね、ブランド物も好きな人は買えばいいと思うんですよ。それこそ毎月毎月買うって言ったら、さすがにそれはね、贅沢になっちゃうかもしれませんけども、まあ、ルイ・ヴィトンのバッグを買ってそれを10年使うとかって全然いいと思いますよ。だってルイ・ヴィトンのバッグって売ればまた同じようなお金になりますからねだからなんか贅沢っていうよりもすごい蓄財だなと思いますしね、うん、全然私ね、どっちかっていうとブランド物の方が贅沢じゃないような気がするんですよ。売れるんでね、うん、もちろんブランド物で二足三毛になっちゃうのもあるんですけども、ちょっとブランド名は言えないですけどもね、買った時と同じ値段で5年後とか10年後に買い取ってもらえるようなブランド物って別に高くないなと思うんですよ。なんかそこら辺ね、私の感覚が違うのかもしれませんけども、まあ20万ぐらいでね、フェンディのバッグ買って、で10年後に売ったらなんか9割ぐらいで取ってくれたりとか、中にはね12割で取ってくれたりとかするんで、なんかひょっとしたらそういうものの方が実は節約できてんじゃないかなと。500円で買ったバッグってそれ捨てるしかないでしょ。どうなんかなと思っちゃいますよね、そう考えると。まあちょっと趣味の話に戻りましょうか。他にも趣味のない例を挙げると、まあおしゃれも言いましたけども、温泉に行くとかね。今温泉だって500円とか1000円で入れるじゃないですか。これ贅沢ですかね。あとはジムね、スポーツジム行って体を鍛えると病気にもなりにくくなったりとかね、精神的に明るくなったりとか、いろいろあると思うんですよ。肥満が防げたりとか、そこで生まれる人間関係とかね、知識とかものすごく学びになるんで、まあ月に1万ぐらいの会費のねジムに通うのも別に生活保護の方が変えてもいいと思うんですよ、私は、うん、であとパチンコとか麻雀とかっていうのもなんかねダメって思われそうですけども、まあ確かにギャンブルって要素はありますけども、それでもやればいいと思うんですよ。まあ、ずっとやりたかったら勝てばいいし、で負けてお金がなくなっちゃったら結局できなくなるんで、うん、そしたらねやっぱり、あ、できなくなっちゃった、もうお金なくなっちゃったから、これすごい大変な思いするな、次の生活保護の支給まで、だったら毎月このぐらいの金額にしようっていうふうに、まあ、なっていけばいいんでね、ならなくてもまあいいですけども。あとはなんかレースに出るとかね、カーレースとかバイクのレースに出るとか、やっぱりね、せっかくそのジャンルに興味を持ったのに、そのジャンルがなんでね疲弊するかっていうと、お金がなかったりその環境に出かけることによってなんかね罪悪感を周りから埋め込まれてると、一つの業界っていうのはねやっぱ冷めていくんですよね、うん、だからできる人が、意欲がある人がそこに集まるってことは止めるべきではないかなと思うんですよ。でまあアイドル活動とかもいいじゃないですか、追っかけとかね、ああいうのもなんかどんどんね、まあなんかやる気がなかったら別にいいんですけども、なんかアイドルの追っかけしたいけどもお金がないからねできないとか、お金はなんとかあるんだけども自分は生活保護だからなんか後ろめたくてできないやっていうんじゃ、アイドルの方も喜ばないですよ。だからね、優秀な消費者になるのも国民の義務かなと思います。今はねデフレですから、物が売れない、誰も物を買ってくれない、そんな時代にね、まあ、生活保護の方がいっぱい物を買ってくれたら企業も助かるし、そうすると価格がなんか下がるし質が良くなるんで他の消費者も買えるようになるみたいなね、こんなちょっとこじつけめいた理屈ですけどね、うん、あとはやっぱ時給ね、当時の時給300何十円とかが基準になってるとやっぱおかしいですね、うん、やっぱりね1000円前後とか1500円ぐらいの時給で換算して、生活保護費っていうのは計算し直した方がいいかなと思います、今の時代に向かうように。それからこれからの時代のことも考えてね、うん、これから時給ってのは全国で上げていく方向ですから、やっぱそれを基準に考えていかないといけんのかなと思いますね。
まあ、あの優秀な消費者になってデフレ解消に貢献するっていう意味でもいいんではないかなと思いますけどね。だから急にね音が鳴っちゃいますけど、他にそうだな、まあタクシーですか。タクシーもそうですね、マイナンバーとかアプリでタクシー乗れるといいかなと思いますし、まあこれを言うとね、私タクシーなんですけども、タクシー結構余ってると思うんですよ今ね。だからタクシーはなんか GoTo タクシーみたいなね、そういうふうな制度を作って、タクシーに乗った人はあの何ですか、使った金額の 50% をちょっと証明をね、タクシーの運転手さんに書いてもらうか、なんかアプリでダウンロードするとかして、後で使った金額の 50% ぐらいを還付されるみたいな仕組みにしたら、税金が負担するみたいにしたらどうかなと思うんですよ。そしたらタクシー結構乗られると思うんですよ、で交通公共機関が本当ないところでもタクシーが流行るから、タクシーがどん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 ね、仕事が生まれてくるみたいなことになったりとか、まあそうすると渋滞が起きるっていう問題もあるか、ちょっと難しいな。まあでもタクシーはね、あのそこにタクシー走ってるのに向こうのバス停まで行くっていう、こういう非生産的なことをするんじゃなくて、タクシーが目の前にあるんだったら気軽に乗れるようにした方がいいと思うんですよ。やっぱりね、人の人生ってタイムリミットがあるんですよね、あの時間っていうのが、だから向こうのバス停まで歩くってことをしちゃうと、その人の時間が失われて、人類全体の人の時間っていうのがね、やっぱり失われちゃう、リソースが失われちゃうんで、あのそんなね、数百円とかを節約するために、まあ、貴重な時間を使うってことをもう前提として誰もやらない、もうやらせないっていう風にした方が、結局人類全体としてはものすごく得をするんじゃないかなと思うんですけどね。なんかお金がある人しか使えない仕組みとか、お金がある人しか時間が節約できないみたいになっちゃうと、だから結局お金がない人の才能が全然ね、世の中にこう入ってこないと思うんですよ。でそうだな、なんかその生活保護でギャンブルとかお酒とかでお金をね使い切っちゃうっていう議論もあるんですよ。確かにね、ちょっとタクシーから話戻りますけども、パチンコやったりね、もう生活保護費の全てをそこにつぎ込んじゃった、借金になっちゃったみたいな、自己破産またしちゃったみたいなのもあると思いますけども、それは本当にね、たった一部だと思うんですよ、ね、でどんな素晴らしい社会システムを作っても、好んで脱落する人はいるんですよ、堕落に向かう人は。もうそれはいいじゃないかと、一部なんで、どうやっても 100% そういう人がいなくなりますってことにならないんで、さすがに割合を増やしていって許容限界を超えてきたときは対策打たないといけないと思うんですけども、基本的には一部はね、生活保護費を無駄遣いっていうかあれですけどね、ギャンブルに使ってなんかその日暮らしをね、もうずっと延々と暮らしてるみたいな人もいると思うんですけど、それは私ね、結構いいんじゃないかなと思うんですよ。というのがね、あのどんな人が破産するか、ギャンブル破産するかってことね、ちょっとうろ覚えなんですけども、あの結局はサラリーマンの方とか主婦の方とか学生の方とか公務員の方とかね、あの身分があるがゆえに借金がすごくしやすい人が度を超えた借金をして、結局給料とかボーナスで返せなくって自己破産みたいなねことになる例が多くって、そもそもあのお金が借りれないですから、所得が低かったりとか、多分生活保護の方もお金借りるのすごく大変だと思うんですよ。ってことは借金破産っていうのはすごく難しい部類に入ってくると思うんですよね。どちらかというと月収35万のサラリーマンの方が破産しやすいと思うんですよ。お金借りれちゃうんで、バックに会社っていう信用があるから。で300万500万っていうのはね、やっぱり貸すわけですよね、金融会社も。で、そういうふうなお金を借りちゃう人っていうのは計算できないから、あのまた別のところで無理な借金をして、借金を借金で返すみたいなことに入ってきて、しかもその額がでかいからもう返せないみたいなね、そういうふうになるんじゃないかなと思うんですよ。まあちょっと借金に関しましてね、あの私はもう自分の借金の経験しかないんで何とも言えないですけどね、だからタバコとかね、パチンコとかの使い込みで破産しちゃう人は、生活保護だろうとサラリーマンだろうとどんな環境だろうと一部必ずいるんで、そこの一部を取り上げて全体を窮屈にするのは、これもちょっとまあ前の時代の考え方かなと思うんですけどね。ということをね、ぼやぼや考えながら、生活保護とマイナンバーを、マイナンバーカードをそういえばいいなと思ってるんですよ。私のも本当はね、全てをね、マイナンバーに一律に一元管理してくればいいなと思うんですけどね。でマイナンバーカードの中にあのジャックスカードも JCB もビザマスターもアメックスも入ってて、だからそのカード1枚でね、いろいろできるみたいな。で私法人カードが何枚かあるんですよ、別々の会社で。それももう1枚のカードにならないかなみたいなね、思うんですよね。でこれは A 社です、これは B 社です、これは C 社ですっていうふうに使うときに、なんかね、まあアプリですよね、もう最近はね、アプリで、
やればカードも全然持たなくてよくなるんでいいかなと思うんですよ。で指紋認証とかね、瞳認証とかすれば落とした時でも他の人が使えないっていう万全のセキュリティになると思うんですけどね。ということでね、まあ今日もぐだぐだと喋りましたけども、いかがだったでしょうか。なんかまた新しい発想が起きたら教えていただければと思います。で肝心なのはね、いいアイディアなのに、その権限がある人に伝えていかないっていう私たちのね、このいつもの癖ですよね。なんかこう誰も聞いてないところで愚痴って終わってしまうというね、すごくもったいないんで、やっぱある程度ね、この生活保護にしてもマイナンバーにしても考えまとまったら叱るべきところに届けていきたいなと思うんですよね。でそれを応援する人、署名する人っていうのも、まあどっかで見つかればね、署名3人でしたって言っても別に持ってってもいいかなと思いますんで、多分ね、マイナンバーとか生活保護に関して提言する人なんて本当いないと思うんで、生活保護も今の時代に合ったものにしましょうって、ガラガラジャポンで一から作りましょうみたいな提案する人ってあんまりいないと思うんで、しかもね、一応私当事者になるつもりが全然ないんで、でも私から見てもね、そのね、今の生活保護制度は時代遅れで、これね、窮屈すぎんだろうと思いますよ。話ちょっと聞いただけでも。生活保護を受けてらっしゃる方が、逆にね、いやもう生活保護はこういうもんなんですって言われることに、ちょっとまあ救われるというか、なんというのかな、いや諦めんなよと、もっともっとちょっとね、人並みの暮らしってそんなところないよと、こっち来いよみたいに思っちゃうんですよね。ちょっとまあ失礼ながらね。でもやっぱね、切り詰めるっていう言葉自体がもうね、健康で文化的な暮らしじゃないんですよ。それは節約っていうのは半分楽しみでやるもんなんですよね、節約は。ね、こうやって貯金箱に5円とか1円とか入れるの楽しいわけなんですよ。で楽しいけども別にそれしなくてもいいと、だからそのぐらいの感覚がいいんじゃないかなと思うんですよ。それこそね、この10円を切り詰めないともう月末倒れちゃうみたいな、そんなギリギリの暮らしが健康で文化的ですかって思うんですよ。そこにはクリエイティビティは育ちにくい、すごく。で部活も部会の費用が払える程度のものしか選べないとかね、でじゃなくって、もう選択肢はもうギリギリまで広げてあげないといけないですよね。特に若い時とか幼少期っていうのはね、ギリギリまで広げてあげて、でそれは贅沢じゃない、可能性を広げるのは贅沢じゃないんですよ。でその人生の後半で力量もないのにあれ欲しいこれ欲しいっていうのはちょっと反省しないといけないところがあると思いますけどね。まあでもね、何が贅沢なのかとか、どこまでが贅沢なのかってむちゃくちゃ曖昧なんで、私はまだまだね、一人の人の人生もっともっと可能性広げてもいい、それは贅沢じゃないと思うし、趣味をやったけども2年間趣味に没頭したけども飽きちゃった、そういうのあるじゃないですか。だから趣味なんて最初から無駄といえば無駄なんですよ。でも人類にはその人生にはね、無駄も必要なんですよね。無駄のことがないと、だって全部無駄ですよね。こんな動画撮っても無駄といえば無駄だし、テレビゲームも無駄だし、テニスやっても一体何になるのって話じゃないですか。プロにならない限り、お金を稼がない限り、それは全部無駄ですで勝利されちゃうんだったら、ほとんどの人が無駄な人生で過ごしてるわけですよ。でもその無駄だと思えることにも充実感があったりとか、人との関係があったりとかね、いろいろこう考えることがあったりとか、思い出に残ったりとか、結局無駄じゃなくなるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあいってらっしゃい。